皆さん、こんにちは。今日はですね、戸部少女断層というね場所にやってきました。すごくねこの自然がね綺麗で、なんかねすごく川が美しいところですよね。じゃあちょっと適当にね、まあのんびりと見ていこうと思います。今日はねボビンも一緒に来てくれてるんで、あれですね、なんかこうやってなんかマネキンをね、こうマネキンというか、ね、人形を持って撮影しながら歩いてると完全にあれですよね、危険人物みたいなね感じになるんですよね。やばいっすよねこれね、やばいっすよね。お、なんか鳥さんがいるぞ。見えます？鳥が。どこかな？見えるかな？ズームで。なんかね、鳥さんがね、見えるか？お、いたいた。ね、これね。ね、鳥さんいますね。おっとっと難しい。最大か。おお。ボビーが見えない。あ、ボビー邪魔だな、前に出してもすいません。いやいやいや、よしよし。なんかね、なんか鳥とかいるとねいいっすよね。よいしょっと。あ、やばい、蜂もいる。あれ蜂じゃないか、あれ蜂か、まあ、ちょっと蜂はやだな。蜂はね、蜂かなこれ。ちょっと逃げた方がいいかな、逃げた方がいいかな。さあちょっとね下の方まで降りていってみます。よしよしと、じゃ下の方まで、じゃボビーと一緒に。あ、来ましたよ、来ました。いやー、いいっすね、なんかね、こういう自然がね、ほんとね、いいっすね。いやー、どうですか。こういうね、その川の、ちょっとこれ怖いんですけど、なんかね、水の音とかね、撮りたいんですよね。聞こえるかな？あんま聞こえないな。魚とかもいるよ。見えますよ、魚、お魚さん。もうなんかね、いっぱい泳いでますね。この辺はちょっと流れが強そうだから、なんかいい音取れないかな。ちょっとね、いい音取りたいんですよね。水の音を、じゃあ頑張って取ります。取れるか、取れる？いい音取れてますか？これ、よいしょ、近っ。これじゃ下げるのやばいか。
なんかあれですね、この辺枯葉とかすごい落ちてるんですけど、あの枯葉とかもね、なんか大丈夫かな、ね、こういう枯葉とか枯葉とかもね、いい音しますよね。おー、いい音いい音誰もいないと思うんでね、大丈夫だと信じたいんですけどねじゃあ次行きます。ここも枯葉がいっぱいある。なんかね、踏むとね、踏むといい音しますよねこれ枯葉を踏む音みたいなよし、じゃあちょっと今度はこっち側行ってみようかな。こっち側行ってみます。こっちって言ってもね、見てる人どっちだよっていう話かもしれないですけどねでもあれですね、なんかこういう変な動画撮影してる人で、あんた何してんのって言ったら、いや自分 YouTuber なんですみたいな、なんか言ったら、あーみたいな、あーそういう人ですかみたいな、なんかね、もしかしたら理解してくれるかもしれないですね。あ、やばい、めっちゃすごいこれ、うわこっちの方降りてみましょうか。よしよしよし、おおおおおお、よしよし、おお、わあ、いやなんかすごいですねこの景色というか、なんですかね、パノラマっていうんですかね、ぐるーっとこう、ね、いいっすよね。いやいいっすね。うん、いやいやいや、なんかいい音取れないかななんかね、耳かきとかしたいなと思ったんですよ僕。このなんですかね、水の音というか、そういうのを聞きながらちょっと耳かきしたいなって思ったんですけど、いい場所ないかな、どっか。いや楽しいですねこういうなんか自然がね、綺麗な場所を。おっとっと、危ない、怖い怖い怖い、やばい、ね、こういう、ね、自然が綺麗な場所をね、なんか一緒にボビーと旅するっていうのも悪くないかな。よいしょ、これどっか場所探してあれだな、耳かきでもしよう。ちょっとどこがいいかな。はい、ではですね、この大自然のね音を聞きながら耳かきをするという初の試みをねやってみたいと思います。いや難しいですねこれね、なかなか。ちょっとかき消されてそう、なんか負けてそうだな。白をこうして、耳とか塞いだら、耳塞ぐのもちょっと面白いかな。ちょっと耳かきをねやります。これもう完全に変質者っていうレベルじゃないな、もう人いなくてよかった。聞こえないぞ。粘土、
梵天はいけるな。梵天はいけそう。どうですか？あんま落ち着かないかな。まあでもいいっすよね、たまにはね、こういうアホなことやってるのね。こんな感じかな。はい、ということでね、今日は、このですね、天然記念物、戸部少女ダンスにね、ボビーと一緒にやってきました。いやなんかね、その普段は、なんだろう、仕事だの、なんだのね、いろいろ忙しいというか、息苦しくね、生きてるんでね、たまにこういう自然が綺麗なところにね、行くと癒されるんで、また来たいですね。ということで今日はご視聴ありがとうございました。じゃあまた、どこかで会いましょう。さよなら、さよなら。あれですね、なんかこうやってなんかマネキンをね、こうマネキンというかなんかね、鳥さんがね、見えるか、お、いたいた、猫にね、鳥さんいますね。おっとっと難しい、最大化、おおおお、ボビーが見えない。あ、ボビー邪魔だな、前に出しても。すいません。いやいやいや、よしよし。なんかね、なんか鳥とかいるとね、いいっすよね。よいしょっと。で、人形持って撮影しながら歩いてると、完全にあれですよね、危険人物みたいなね、感じになるんですよね。やばいっすよね、これね。やばいっすよね。お、なんか鳥さんがいるぞ。見えます？鳥が。どこかな、見えるかな、ズームで。皆さん、こんにちは。今日はですね、戸部少女断層というね、場所にやってきました。すごくね、この自然がね、綺麗で、なんかね、すごく川が美しいところですよね。じゃあちょっと、適当にね、まあ、のんびりと見ていこうと思います。今日はね、ボビーも一緒に来てくれてるんで。よし。あ、やばい、蜂もいる。あれ、蜂じゃないか、あれ。蜂か？まあ、ちょっと蜂は嫌だな。蜂
8はね、8かな、これ。ちょっと逃げた方がいいかな、逃げた方がいいかな。さあちょっとね、下の方まで降りていってみます。よしよしと、じゃあ下の方まで、じゃあボビーと一緒に。さあ来ましたよ、来ました。いやーいいっすね。